おはようございます。元バンディット 400V です。2019年8月31日土曜日7時32分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。いや今週はまた雨、大きな被害九州方面出たみたいです。多いですね。まあ、自然相手なんであれなんですけども、まさかとか思っていなかったっていう言葉をなるべく聞かないように、そういう世界になればいいんですけども、なかなか、なんだろう、この言ってる人っていうよりは そういう人たちにどうやれば、適切な行動を取れるようになるかっていう、なんだろう、理解が進むのかなと。理解できるように情報を伝えるとか、なんて言うんでしょうねなればいいのかなと。なんで東日本大震災の話何回かしてますけども、あれもあの時は、まさかっていう人がいっぱいいたと思うんですけども、やっぱり大きな地震が起きたらどういうことが起きるのかっていうのをちゃんと理解してなかったんで、ああいう状況になっちゃったと思うんですよね。だから少しでも理解が進むようにっていうことで、ずっと喋り続けてます。8888、おお、これは抽選して取得するナンバーですね。8888。あ、でもしかするとあれかな、来年東京で2020大会があるんで、もしかすると今の時期は2020も抽選ナンバーになってたりするのかな。ちょっと後から調べてみる。そういう、なんだろう、季節的っていうか、時期的な要因でナンバーが、一時的に抽選対象になるとかあるんでしょうか。あら、これやべんじゃねえなお前。トランク開いてますよ。トランクが開いてる後ろ。開いてのお話は、メディアっていうか報道機関の、使命っていうか、そういうところのお話をしています。1週間じゃないや、1ヶ月ちょっと前に、
まあ、世の中いろいろあの騒がせた、ものがありまして、まあ、ちょっと落ち着いてきたんで、話してもいいかなと。で、衆議院議員選挙と、芸能事務所のごたごたがですね、同時にありまして、で、まあ、テレビは、両方とも報道してたんですけども、なんだろう、どっちかっていうと、芸能事務所関係のごたごたの報道の方が多かったかなと、テレビ、特にテレビですけども。で、この民放こぞって、記者会見を生中継したんですけども、あれってなんだろう、そんなに力入れて、報道すべきものなのかなっていうふうに思います。まあ、視聴者っていうか我々が、望んでいたからそうなったのかっていうところもあるんですけども、選挙、国会議員の選挙と芸能事務所の云々関連で、どっちが、この報道機関としてね、優先順位つけるとして、ということから考えると、なんか違うんじゃないのかなと。いや、関心はどっちが高かったかっていうと、まあ、選挙 の、 投票率はかなり低かった。これね、5割割ってたんで、そういう意味で言うと、有権者の選挙への関心度っていうのは、多分低かったと思うんですけども、それで、だからといって、その芸能事務所の、お話とか、あと、まあ、謝罪会見とかですね、含めて、そっちの方がよりズームアップするっていう、なんだろうな、その倫理観っていうか、報道機関としての、まあ、ありようっていうか、そこから見たら、どうだったのかなっていうのをすごく、感じました。で、まあ、今はもう、ほとぼり冷めたっていうか、逆に言うと、その我々っていうか、ね、その視聴者の関心がなくなったから、テレビでも取り上げなくなったのかなと。なんか何を言いたいかよく分かんなくなりましたけども、報道のあり方って何が正しいんだろうというのを考えさせられたということをお話ししました。今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。